ちゃんです。イエイ。はい、皆さんこんにちは。今日は大阪市立自然史博物館にやってきました。生き物の化石や標本など貴重なコレクションを見ることができます。中でも恐竜の化石は必見です。入り口にはクジラの骨格標本が展示されています。クジラ、こっちにクジラの絵が描いてますね。これと同じやつ。真ん中の大きいのがナガスクジラ、左側にあるのがマッコウクジラ、右側がザトウクジラです。下にもクジラの形が描いてあるね。入場料は大人が300円、高校生大学生が200円、中学生以下は無料です。ナウマンゾウか。大阪にナウマンゾウがいた。ほんまかな。ナウマンゾウはつい2万年ほど前までここ大阪にも歩き回ってました。おったんやな。迫力。やべ、大津の時間。どう？どんぐり。私、どんぐりよって美味しいのかな。クジラの化石。このマンモスがすごいですね。迫力ありますね。このあけぼの像は1960年当時、中学生だった木川冬子さんが一人で6年間かけて掘り出した化石です。ディメトロドンです。この背中のこのような背骨は早朝に体温の上昇を早めて他の動物よりも早く活動ができたと言われています。アロサウルス。これ見たことあるな。ステゴサウルスや。ステゴサウルス。石、いろんな石、綺麗ね。うわ、見てこれ。こんな石ほんまにあんのかな、これな。自然に四角が存在するんだよな。ね。これも綺麗ね、アクアマリン。黒水晶って、すごいね。ようこんなんできるもんやね。生命の進化。へえ、いいやん。いいですね。面白い。壊れる壊れる。世界最大の王者これ。なかなかこれこじ開けられへんよな。コウモリかっこいい。タイは骨が頑丈やな。やっぱり。オオサンショウウオ、ウシガエル、ワニ、カンガルー、スナメリ。オットセイ。犬や、犬、かわいい。尻尾振ってる。テナガザル、ほとんど人間ですね。あらおたや。手長いな。ゴリラちっちゃい。ただ小さめのゴリラ。どうだ。かかとがあるやん、猫とか。あそこや。だから逆に。
馬とか反対なんて感じです。分かったやねん。運転がしです。でかいな。あ、でも実物でも結構でかいね。運玉。見るところがめっちゃあるね。かけるよこれ。かけるよ。68年。お、すごいな。67年や、正解。すごいやん、やっぱ年輪ってそのまんまやねん。ほぼ正解やん、すごいな。これ数えよう。これ数えられへんの。すごいね、もみの木ですね。あ、もう書いてない、500年。500数えなあかんやん。